大和高田市の3月定例市議会は、今日の本会議で新年度予算案の組み替えを求める動議が出され、賛成多数で可決されました。これを受けて堀内市長は、予算の組み替えを行うことになりました。大和高田市の新年度予算案は、一般会計の総額で、前の年度よりおよそ40億円増えた331億5000万円で、過去最高の規模となりました。 市では市立病院の再整備やリサイクル施設老朽化した体育館の耐震問題など大型の事業が控えますが市議会の予算委員会では財政が厳しい中規模が膨れ上がることなどから予算案は否決されきょうの本会議でも否決される可能性がありましたところが開会直前になって予算案に賛成していた会派が 生活保護やごみ収集などの費用を増額するよう求めた予算組み換えの動議を提出し予算案に反対していたほかの会派も予算全体が不完全なものだとして動議に賛成して可決されましたこれを受けて堀内市長は今月末までの年度内に予算の組み換え作業を行うことになります 予算、はい、えそのまま通らなかったのは、本当に残念ですけれども、今回、議会側の方からそういった組み替えが上がりましたので、それはもう本当に、えー、その意見を尊重しながらやっていきたいと、だから各部署に投げかけて、精査もしますんでね、すぐにはあの、うん、提出はちょっと難しいかなと思っております。